さあ、じゃあ2日目もやっていきましょう。まあ2日目っていうんかわからんけどね。過去の動画を見返してみたんですけど、この扉から出た時のイベントも全部英語だったらしいですね。ここでおそらくジャスティスが入ってくるわけですよ。おお、長かった。よう、相棒、忙しいところ悪いんだが、町長に頼まれてきたんだ。ちょっと確認したいことがあってな。大したことじゃない。例のローガンのことは、奴は何を考えているかわからないし、マルチダ会長の誘拐犯でもある。うん。それでだな。マルチダはどうやら世論に反してローガンのことをまともな人間だと考えているようだ。少なくとも彼女は奴の言うように町の誰かが水を隠していること可能性があると考えている。今は水が不足しているからこの手の話は時々話題になるが何とも言えないな。水を隠している人はいないと思うという信じたいってことだ。ああ、俺もそう思う。つまりすでにあちこち調べたし、みんなに話を聞いた。もし誰かが水を隠しているならすでに見つかっているはずだ。誰かが水を隠しているとも前にも言ったようにその可能性は低いが、君がその犯人である可能性はほぼゼロだ。おそらくローガンは混乱させようとしているんだろう。それとも住民と教会を住民と教会を敵対させたいのか目的がわからない。ああ、そうだった。いくつか聞きたいことがあったな。さっきも言ったように、あくまでケース的なものだ。質問の1は、1ヶ月あたり何単位の水を使用している？何単位？まあ1000ぐらいかな。まあそんなもんだな。ビルダーとしては平均的だ。ビルダーや鍛冶屋は商売柄それぐらいの水を使っても不思議やない。これは質問というよりアンケートだな。君はサンドロックの水事業についてどれぐらい知っている？まあもう少し知っておく必要があるとは思っている。水を輸入してるから問題はあるよね。ああ、オアシスの状態は日に日に悪くなっている。列車で水を輸入してるがそれでは根本的な解決にはなってない。ということで、声を大にして宣言するが、次が最後の質問だ。おっと、これは厄介な質問だな。あなたや知り合いは水を隠した人に心当たりがある？怪しそうな人はいない。バージェスか。バージェスって。ああ、教会の人じゃない。怪しそうな人は、まあ、わからないよ。よし。それでこっちの要件は終わりだ。ふんぜ、時間を取らせてすまない。もし手がかりを見つけたら連絡してくれと。さあ、じゃあ図面も来てるわけかな。なんか切り替えが早いと言われそうだ。で、アミラさんからは、壁画ね。教会用の壁画をお送りします。いかが？いいものができました。私にとっては大変でしたが、いい挑戦でした。壁画は思ったよりも短時間で完成しましたので、少し過剰請求してしまったかと思います。500ゴール返しますね。いいですね。返してくれるんだ。で、チーホンさんからは、雲仙へ、これが例の図面だ。躊躇せずにホルモンクラスの部屋に置くことを推奨する。鏡を長時間見つめないように気をつけてくれ。どういうことだろう。ウルトラテックメガミラー9000。はあ。で、一応チーホンの見て、多分キットはね、もう見てるやつだからね。猿は桃を隠す。これは前翻訳されてたから。じゃあ、軽く。ね、まずはミラーを作っていきましょうか。これがね。まあすぐに作れるのがいいとこだ。いや、前回やった時は嵐の中で見てたからね。これは見事だ。精密で繊細で鮮明。ほら、この血管を見てみろ。血管なんて出てないけどな。ああ。この気持ちはあんたには理解できないだろうな。努力して作ったものをついに目にすることができたんだ。これこそまさに血と
汗と涙の結晶だ。クリエイター冥利に尽きる。一人にしてくれ。俺には自分の栄光に酔いしれる時間が必要だ。小切手は郵送で送る。郵送でって一応200ゴロもらえたけどな。ああ銅のやつ作っておくか。こっちじゃないか。ここら辺に来ると幸福ですって言われるな。このじゃあ2つの翻訳されてなかったイベントちょっと見に行きましょうか。あと診療所って何かあったっけな。ちょっとね時間が戻ってるんでちょっとその弊害が出てるかもしれないけど、ちょっとまあまずは教会の見に行こうか。翻訳されてなかった2つのイベントね、先に見に行かないと。いやーまだ山の上に1個宝箱落ちてるっていう判定になってんな。さあじゃあこんな感じじゃないわ。もうここにいるのか。ミゲルに壁画の件を話しに来るってことだね。Thanks. お疲れ様、ビルダー。教会は君を頼りにしていたよ。本当にお疲れ様。ミスもない。しかも私が会長だったら、こんなプロジェクトにギリギリの資金を使わないだろう。しかし私は違う。まあ会長に向いてるねってあげようか。ありがとう、ビルダー。光の世界線を分かってくれて嬉しいよ。私はメイデーで共に学んだ。知り合ってから随分経つよ。彼女はいつもハツラツとしていて理想主義で人のいいところを見つけるのが上手だった。牧師は彼女みたいな生徒が大好きなんだ。それに比べて私は教科書にかじりついて腐敗の時代について勉強したよ。旧世界の崩壊から学ばなければならない。サンドロックに送れられた時、聖堂はただの建物だった。市民は教えなんかに耳を傾けず、血迷っていた。先祖の罪を繰り返していることに気づかず、私の説教を怪しげに見たよ。自分のことを信者だと思っていたが、彼らの中身は崩壊していた。何でも好き勝手に正しくない方法でやっていた。まあ、方法は大切だからね。彼らがあちこちでルールを誇示しているのか、それとも私たちが気づかぬうちにアルマゲドンにしているのか。えへん、彼らに契約国しようとした目を覚まさせるために、彼らのために思ってたんですね。いつも信者のことを思って行動している。無秩序から逃れるために人々は指導を必要としている。この作品を聖堂の壁に飾ろう。で、この前見たやつね。これだ。なんて素晴らしい作品なんだ。私の信仰と異なるものでなかったらな。最悪の日を揉み消すために歴史を忘れようとしているのか。サンドロックには問題がある。でも最悪の日を忘れないというのが私たちの信仰の一番大事なところなんじゃないか。そうは言ってもこれらの決断はもう私がするものではない。メイディがマルチダを送るまでの短い間、私はここにいた。マルチダが来るや否や彼女が会長になることを聞かされたんだ。きっと彼女の光の聖典に対する解釈はもっとこの町の人々に合っていたな。私に教会の指令やに とよかく言う資格はないから、素直に補佐的な役割を受け入れた。最悪の日のことを考えたい人っているのかな。まあ彼女はいい人ですよ。市民もそう思っている、間違いなく。会長もこの町の市民に対して寛大するに切るのではないか。人々が光を信仰したいと思って信じているようだが、一握りの人しかちゃんと信仰心を示していない。お、なんでこっから英語なんだ。まあとにかくありがとう、ビルダ。君の貢献に感謝している。町のためにやってくれていることは計画的発展を広めるのに役立っている。ということ。Hello.
まあよくわからんかったけど、よくなったということかな。ここで寄付できたらいいのにな。寄付できるのかと今一瞬思ったわ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。